どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は聖剣伝説3における、みんなのトラウマを振り返っていこうと思う。思い出と書いてトラウマと読むのはどうかと思うけど、でも実際怖いイベントなんかもいろいろあったし、めちゃくちゃ強い敵なんかもいたから、そういう意味でもいろんな思い出が残ってるのも事実ね。特に聖剣伝説3はゲームデザイン上、2周3周とプレイする人が多かっただろうから、その分いろいろと記憶に残っている人も多いかもしれないな。正直昔のことで忘れちゃってることも多いけど、実際の映像とかを見たらいろいろ思い出しそうな気がする。みんなが印象に残っているものはどのくらい出てくるか。それじゃあ早速スタートなんだぜ。いきなり幽霊船のイベントか。これは当時子供だった私にはめちゃくちゃ怖かったな。ストーリーの流れとしては、次の目的地に向かうために船に乗るんだが、本来ならイベントを進めるために乗る船でもお金を取られることが多いのに、今回に限ってはただと、いつもと少し違う違和感があるところから始まる。この時はなんか変な感じがするなぁ程度で、そこまで深くは考えずに先に進むのよね。しかし実際に船を乗ってみると、同じところをひたすらぐるぐる回るだけで、全く目的地に着く気配がない。この同じところをぐるぐる回り出した時点ですでにちょっと怖かったなぁ。主人公たちも様子がおかしいと目覚めるが、そこで謎の悲鳴が聞こえてくることとなる。当時はもうこの時点でダメだった。私が子供の頃は本当に怖いのがダメで、ディズニーランドのホーンテッドマンションですら硬直してたもの。それはかなりの怖がりだな。ちなみに言うと絶叫系もダメで高さがある乗り物もダメだったから、スターウォーズのやつでギリギリでした。スターウォーズのアトラクションで怖い要素なんてあったっけ？椅子が急に斜めになる。あ、そう。幽霊船に話を戻すと、中はいつの間にかゾンビやモンスターの巣窟となっている。消耗しながら進めていき、やっと休憩ポイントがあったかと思いきや、案の定寝込みを襲われる始末。これはまあそりゃそうだろって感じよね。むしろここで寝られる度胸がすごいわ。そしてようやく謎を解いて先に進めるようになったかと思いきや、今度は仲間が幽霊になってしまいパーティーから離脱してしまう。ただでさえ早くクリアしたいステージなのに人数まで減らされるのはかなりきつい。ちなみにその先を進んだ窓を調べるとこんな仕掛けまであったりする。何これ、これは知らなかったかも。というか知らなくてよかったかも。子供の頃に見てなくてよかったわ。そして無事に船外に出て、そこのボスを撃破するとクリアというわけだ。このボスは消えたり出てきたりして戦いにくかった記憶があるなぁ。でもやり直しは絶対に嫌だから負けたくはなかった。聖剣伝説3の場合は全滅した場合は容赦なくタイトル画面に戻されて、前回セーブしたところから再開となるため、下手したらまた船に乗るところまで戻されるからな。それは無理。だが実際は二人でのボス戦に苦労して戻された人もいたかもしれないな。それこそトラウマだ。ちなみに幽霊船の演出はリメイク版だとまた映像が綺麗で臨場感あるものになってるから、逆にスーファミ版しかやったことがない人はリメイク版にも興味を持ってみるのもいいと思うぜ。先ほど全滅してタイトル画面に戻されるという話をしたので、多くの人が全滅を味わった敵の必殺技についても触れておこう。聖剣伝説3は敵の必殺技が本当に必殺すぎる。何度全滅してスクエア画面を見させられたことか。霊夢はどんな敵が印象に残っている？いろいろあるけどまずはビルとベンね。あいつらとは何回も戦うことになるけど、全部の戦いで苦戦した記憶があるわ。霊夢がそう感じたのも無理もない。まず最初に戦うビルとベンだが、その前に壁のボスであるジェノアと戦うことになり、そこでアイテムなどを消耗させられたところに容赦なく連戦でビルとベンが立ちはだかる。その前のボスのジェノア自体も弱いわけじゃないから温存とかできないし、ビルとベンは今までなかったようなめちゃくちゃ強い必殺技を連発してくるしで、気がついたらスクエアされてたわ。そして再開したはいいものの、当然またジェノアからのやり直し。そして消耗しきったところにビルとベンの必殺技でまたスクエアの無限ループ。きつすぎる。ビルとベンの2回目の戦闘はどんなんだったっけ？ 2 回目は砂漠で戦うことになるんだが、ここでも当然超強力な必殺技は健在。そしてこの砂漠の辛いところは近くにセーブポイントがないことだ。そうだったそうだった。やられたらまためちゃくちゃ前の地点からやり直すことになってめちゃくちゃ滅入ったわ。ちなみに終盤になると、こういったボスではなくただの忍者の見た目の雑魚敵が、じゃんじゃん強力な必殺技を打ち込んできてスクエアされることも珍しくない。汚いな、さすが忍者汚い。次に多くのプレイヤーを苦しめたのは獣人だろう。獣人も汚い。初登場直後から圧倒的な攻撃力でこちらのパーティーをボコボコにしてくる。
全然戦う気がなくて、ちょっと横を通りますよってしただけなのに壊滅状態にさせられたこともあったわ。そして物語の後半になると、シルバーウルフとブラッディウルフの組み合わせなどで登場し、双方が強力な必殺技を持っているだけでなく、ヒールライトによる回復も行ってくるため、早々にまともに戦うのを諦めたという人も少なくないだろう。こいつらの組み合わせは凶悪すぎた。画面が切り替わるたびにあんなのと毎回死闘を繰り広げてたら体が持たないわ。そして獣人のボスといえばルガーだな。ルガーも強かったなぁ。何度必殺技でボッコボコにされたことか。ルガーに関しては直前にセーブポイントがあるので、トラウマ級の思い出になったとまではいかないかもしれないが、単純に何度も敗北を味わった人は多いかもしれないな。あと私的にはナイトっぽい見た目の敵にもかなり苦戦させられた記憶があるわ。ああ、いたなぁ。特に終盤に出てくるダークロードの必殺技はかなり脅威だな。単体の必殺技ならまだその都度復活させてって立て直せるんだけど、全体の必殺技を、しかも連続で撃ってきた時とかはもう諦めて素直にスクエアするしかないわよね。みんなはどの敵に一番苦戦させられたかな。敵キャラの話をしたので、次は見た目も相まって子供たちに大きなインパクトを与えた敵を紹介しよう。いたいた、この顔だけの敵。ただでさえ二つの巨大なピエロのような顔に挟まれて威圧感が半端じゃないのに、口の中から気持ち悪い触手のようなものを出して攻撃してくる。あれはキモかったなぁ。てかこいつも一応神獣なのよね。もはや神獣って何って感じだわ。そしてようやく倒したかと思いきや、今度は顔が三つになって復活する。まだあるのかよって思ったら、むしろここからが本番と言わんばかりに、さっきよりも多彩な攻撃を仕掛けてくるのよね。そうなんだよな。白目を向いて叫び声を上げながら全体に大ダメージを与えてくるヘルサザンクロスや、確定で一撃死してしまうデススペルなど、先ほどよりかなり凶悪になってるからな。あのヘルサザンクロスの時の真ん中の顔の目の動きがめちゃくちゃ怖かったんだけど、ちょっともう一回見せてもらってもいい？どうぞ。怖すぎ怖すぎ。こんなん小学生に見せちゃダメでしょ。ゲーム画面として見てるだけでもこれだけのインパクトがあるのに、実際に現場で戦ってる主人公たちは、自分よりもはるかにでかい生首に囲まれて、白目を向かれたり叫び声を上げたりしながら襲われたらたまったもんじゃないだろうな。てか今冷静に考えたら、私たちも生首で両サイドに一度って、完全にゼイブルファーポジションじゃない？言われてみればそうだ、全然ゼイブルファーのことをディスれる立場じゃなかった。私も口から触手を出しておこうかしら。じゃあ私は白目になっておこうかな。ビヨンビヨン。キャー。ビームも出しちゃうぞ。私も出せます。なんか一気にゴミみたいな動画になっちまったな。そうね、話を戻しましょう。生首といえば、終盤で首がない女神像がちょくちょく出てくるようになったのは怖かったわね。確かにな。本来であれば女神像というのは、HP や MP を回復してくれたり、セーブをさせてくれたりという役割があるんだが、あの首がない女神像に触ったら何か変なことが起きるんじゃないかと最初の頃はビクビクしたぜ。でも一応首がなくてもこれまで通りの機能は果たしてくれるのよね。ちゃんと HP なんかも回復した時の安心感は半端じゃなかったぜ。ちなみにあの頭の部分はどこに行っちゃったのかしらね。さあなあ、どっかでレトロゲームの解説でもしてるんじゃないか。私たちじゃない？もしかしたら自分たちの記憶があやふやなだけで、本当は私たちはあの女神像の頭の部分だったかもしれないぞ。じゃあ試しに女神像の頭の部分に私の顔を乗せてみてよ。よいしょと。うん、絶対違うな。この女神像にお祈りしても回復は愚かセーブもさせてもらえないわよ。自分が昨日食べたものすら覚えてないくらいだからな。それは別にいいでしょ。あとは女神像関連のトラウマといえば、私的にはボス戦前の女神像側に行く道と、ボス戦側に行く道への分岐だな。確かにステージによってはボスの直前で女神像側とボス側で分かれ道になってたりするわね。なぜかわからないが私の場合いつも逆方向を選んでしまって、それまでの道中で完全に消耗した状態でしかもセーブもできないままボスに行ってしまうんだ。ああ、それは意外とあるかも。案外入り口から近い方の道がボスで、遠い方の道に女神像がいたりするから、近くから順番に探索していくといきなりボス戦に突入しちゃったりするのよね。そうなんだよな。そしてそんな準備なしの状態で勝てるはずもなく、結局スクエアされちゃうと、そういうことだ。これは攻略本の内容が間違ってるってこと？そういう攻略本もあるが、今回はそこではなくテキストの内容についてだ。テキストの内容？ああ、当時発売された攻略本の解説の文言なんだが、なぜかところどころ異様なまでにおどろおどろしい表現がなされているんだ。へえ、どんなだろう？
例えばケビンの各装備の説明欄に書かれているのが、自ら求めるように頭蓋を先脳を死すると言われる凶器の爪とか、罪人の骨を削り受胆して作った不吉なナックルとかそういうことがバンバン書かれている。怖すぎ、てか受胆なんて言葉初めて聞いたわよ。私もこの読み方が合ってるのかもわからん。怖いけど他のも気になる。じゃあ例えば、頭部に小さな頭蓋骨をいただく杖、その頭蓋の持ち主は知られていないが、呪文の焦点に適する魔力を強烈に発しているとか、敵の脳髄を死すると言われる不気味な赤黒色の槍、逆棘のついた穂先は引き抜く際に傷口を切り裂きさらなる裂傷を負わせるとかかな。うへえ怖い、ゲーム本編のテキストより抜群に怖いです。これを子供の頃に読みながらなかなかのショックを受けたものだぜ。ちなみにそれって緑の表紙の攻略本よね。そうだが、この前ブックオフで売ってるのを見かけて、せっかくだから持っておこうかなって思って買ったら、家の奥底からもう一冊出てきてある意味恐怖だったわ。私的には霊夢の記憶力が心配だぜ。たまにあるんだよな、なぜか同じ漫画が2冊家にあったり。私が持ってるのも含めて全部で3冊の攻略本がここに集結したことになるな。まさかの攻略本たちによるトライアングルストーリー。そんなわけで今回はみんなが苦戦したりトラウマになったイベントについて紹介したが、このチャンネルでは引き続き聖剣伝説やその他スーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。これからも YouTube 界のジェイブルファーとしてみんなにトラウマを植え付けられるよう頑張ります。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。